女優になるために上京して3年、小劇場で細々と活動していく中で少しずつだがファンも増えてきた。ある日本番が終わった私は、特に仲の良かった2人の役者と宅飲みをしていた。うん、SNS での評判もすごく良かったみたいね。え、マジ？あとでエゴサしよう。私怖くてできない。え、萌えのファンいっぱい来てたじゃん。差し入れとかもらっちゃってて、うん、そういえば何もらったの？うん、ほとんどお菓子とかかな、うん、あとは化粧品とか。いいな。あ、でもん、ちょっと待って、これなんだけど。何これ、どうしたの？差し入れの中に入ってたんだけどさ、怖くてまだ中見てないんだよね。面白そうじゃん、見てみようよ。大丈夫かよ。うん、私も一人だと怖いけどさ、気になるし、二人がいるなら見てみたいなって、うん、早くパソコンパソコン、あ、そこそこそこ。もえちゃん、見てる。あ、めっちゃいい匂い。じゃあね、またね。この人、お客にいた。わかんない。こんな酒だと思わなかったでしょ。なんか俺何言ってんだろ。塩分控えた方がいいよ。ちょっと味濃いかも。どうした？これ、私の家？これ意味わかんないんだけど。やばいってこれ。警察、警察行こう。やばいよ、気持ち悪いって。僕は好きなのに、こんなに愛してるのに。